最近のあなたはたるんでませんか？あったっぽ。引きこもってオンラインゲームばっかりしてませんか？たっぽいたっぽ。運動しようとしてもうまくいかないとか？あったっぽいたっぽいたっぽ。でもお客さん、心配はいりません。なぜならこの懸垂マシンがあります。この懸垂マシンでは もちろん懸垂はできます。ご覧の通りいい感じですね、お兄さん。でまた、ま、違うちょっと違う懸垂がまた可能なのです。このマシンでは懸垂だけじゃなくて腹筋も鍛えられます。でもやっぱりいろいろ懸垂が可能なマシンです。これまあこれもうどこでまあこれもう三頭筋もしっかり鍛えることができます。いやまあさまざまなストレッチも可能です。これカムラの位置どうなのこれ、これ誰が OK 出した。そして首も鍛えられます。首も大事です。お客様どうですか。皆さんこんにちは、どうもツッコミゴードです。久しぶりやな。懸垂マシンを買いました。どうも。あまあちょっと贅沢な買い物ながらやっぱり懸垂するのが好きなんです。私上板橋に住んでる時に本当に家からもう50メートルぐらいのとこに公園があって、その公園にもう大人の懸垂用ね、子供用の鉄棒じゃなくてちゃんとした懸垂があって、本当に毎日何回もやってた。家の前にすぐあってさ、そういう気分転換として使ってた。でね、ここに違うところに引っ越してきて、ちょっと行けば、まあちょっと行きづらいけどそこまで遠くない公園があって、そこは一応懸垂できるとこあるんだけど、なんか隣が本当にあ幼稚園で、いつもちっちゃい子供たちが遊んでるから、そこでなんかがっつり筋トレする気にならなくて、引っ越してから全然懸垂してなかったから、だからアマゾンで買っちゃいました。これは1万1000円ちょいぐらいで、まあ、そんな高くはないけど、まあ、1万の超える買い物です。で、これいいよ、これめっちゃいいよ。まあ、俺ほど懸垂好きな人はおすすめします。まあ、さまざまな筋トレができるけど、やっぱりさ、ぶら下がるのが好きなのかな、そんな単純なやつかもしれないけど、まあ、なんかそういう運動用の道具が家にあるだけで、めっちゃ筋トレする。めっちゃトレーニングする。なんか、一応床だけで、腹筋とか腕立てとか、さまざまな、筋トレはできるんだけど、やっぱりそういうガチな、これを見るたびに、懸垂したくなるから、結構前より全然筋トレするようになった。まあ私は前からそういうジムに行く派じゃなくても、自宅で筋トレするタイプだったから、よく使ってるんだけど、皆さんなんかそんなにお金かけなくてもいいけど、一つの筋トレとかトレーニングを思い出すような一つの何か買えば、やる気出ると思うんですよ、毎日。ダンベルのワンセットでも、何でも、ちょっと部屋に置いとくと、毎回目に入るときに、なんか思い出さ、あ、トレーニングしようかってなる。で、この、よいしょ、ねねちゃんが買ってくれたヨガマットもあって、ヨガマット本当に、まあ、腹筋はあんま鍛えてないけど、ヨガマットは毎朝使ってストレッチしてるし、これはもう1日10回ぐらい、使ってる。なんかパソコンで作業して、でなんか水とか何かキッチンの方に行こうと思ったら、もうこっち来てこれ目に入るから、あ、じゃあワンセットやってから、あ、なんかそう行ってくる。毎回移動するときにワンセットやるみたいな感じで、本当に楽しい。まあ懸垂極めたい人たちはこれ本当に勧めするし、なんかもうちょっと体を動かしたくて、もうね、自粛でみんな太ってると思うから、
あもうちょっとトレーニングしたい人は一つのものが家に置いてあればちょっとやる気が出る。私は多分家でこれ以上は置かない。家ではこれ以上の筋トレマシンなどダンベルとかいらないと思ってる。これで十分です。一応腹筋もできるけど、これで前ここ本当は組み立てるときにここにもあのクッションみたいにがあって、それに背中くっつけて腹筋できるんだけど、あの懸垂するときにそれが邪魔になって外した。あのここ それだいらない情報でしたね、すいませんでした。まあそれだけの動画です。はい、そういうことです。皆さんまたね。